豚に扮して虎を食う狩猟欲の男パート3。レビーだ。レビーに会おう。俺を助けてくれるのはレビーしかいない。レビーなら助けてくれるはずだ。レビー、今回したことはあまり褒められたものじゃないな。ビップルームではレビーが足を組んでソファーに座り、プレゼントのキャンディーを舐めながら個人用端末を持っていた。知ってるさ。だがあんたに損害があったか。電話の向こう側はしばらく黙り込み、不意に声を上げて笑い出した。ないな。この件に関して俺は値段の交渉をしただけだ。お前がやったことは確かに俺と関係ない。しかもこの件であんたの上司はほぼ確実に責任を取って退職することになるだろうな。逆に俺に助けてもらったんじゃねえか。ははは。は言っただろウェイン、俺は本当の友達は裏切らねえんだ。お前はどうなんだ。お前もあの映画に出資していただろう。大した額じゃねえ。違約金の半分以下だ。一番のポイントはこれから面白いものが見られるってことだろう。まあいい。お前の金を俺が心配する必要はないな。時々本当にお前の考えていることがわからないよ。レビーさん、お時間です。ドアの外から秘書がノックする。じゃあな。俺は面白いものを見に行ってくる。レビーは電話を切って立ち上がり、外の客席へ向かった。業界内の著名人が多く招待され、プレミア上映会は華やかだった。レビー・トラマールの関係は破綻しているが、出資者の一人として当然除外されることはない。しかし豪華さと対照的に、観客たちの反応は奇妙だった。ラマールはずっと横目で場内の人々の顔を見ていた。最初は眉を潜めて理解に苦しむような顔をしていたが、次第に嘲笑、嫌悪、そして怒りに変わる。一部の品のいい観客の顔にはまだ礼儀正しい笑みが残っていたが、暗い客席には悪意に満ちた顔の方が多かった。バカバカしい。オリーバ監督の声がラマールの後ろから聞こえた。2時間後、やっと上映が終わった。妙な静けさの中、ラマールはゆっくりとステージに上がる。上映後にスピーチをするつもりだったが、彼の脳内は真っ白で、何も言えずに、ただ機械のように目の前の人々を見渡した。その場に不釣り合いな笑い声が、場内の静寂を破る。それは人から人へと伝染して次々と笑い声が上がり、高い自制心と演技力を備えた俳優たちですら笑い出してしまった。わ、私の映画の試写会に来ていただき、誠にありがとうございます。ラマールは口を開いたが、絶え間なく上がる笑い声に比べると、まるで浜辺に打ち上げられ、潮が満ちた波に直面した魚のようだった。ラマール賞の精神が崩壊していく。ドアから飛び出した彼の脳内は混乱していた。ラマール賞には才能がない。ラマール賞は自分にこびる人間の言いなりになった。ラマール賞の演技は最悪だった。ラマール賞は予算を抑えられず、レバレッジをかけて借金をした。映画が大ヒットしなければ、二度と立ち直れないだろう。レイリンの新作、よかったよね。あんな題材でも撮れるなんて思わなかった。冗談は寄せよ。彼女に撮れない題材なんてあるわけないだろう。芸術面でもビジネス面でもトップなんだからな。同じ時期に公開する映画がかわいそうね。相当苦戦するんじゃない？あのラマールの監督デビュー作はかなりお金をかけた大作だと聞いたけど。さあな、今日公開するらしい。ラマールは頭をハンマーで殴られたかのようだった。ぐちゃぐちゃになった脳みそがある言葉に変わる。終わった。ラマールは気絶しそうになった。彼が人生の終わりを感じたのはこれで2回目だ。1回目はレビーだ。レビーに会う。俺を助けてくれるのはレビーしかいない。レビーなら助けてくれるはずだ。映画スター、ラマール賞監督のデビュー作のレビューが公開された。著名な監督であるオリーバ氏はバカバカしいと話している。ニューシティの3月初週の興行収入が発表された。リスの放浪は初日に6億8000万以上を記録。ルームはわずか940万でリクープできない恐れがある。ルームの撮影チームによると、ラマール賞氏は撮影期間中よく酒を飲んで人を殴り、信仰に支障をきたしていたようだ。レビーは珍しく早く起き、
カップのコーヒーを飲みながらウェブニュースを読んでいた。ラマールさんは訪ねてきましたか？レビーの悠長な様子を見て秘書はしびれを切らして尋ねる。来たぞ。ボスはあいつと取引した。取引？このタイミングでですか？心配するな、絶対儲かるビジネスだ。あいつが一番大事にしているものを奪ってやった。未来をな。そして俺はあいつに安っぽいものを残した。プライドだ。ブラウザを更新するとあるニュースがほぼ全てのサイトのトップを占めていた。速報、かつてのトップスターラマール少子が自宅で死亡、拳銃自殺とみられる。レビーは笑った。やばいですよボス。秘書はモニターのニュースを見ていない。彼女はそばの水槽の中でレビーのお気に入りの魚がお腹を上にして水面に浮いていることに気づいた。死にました。そんなに騒がなくてもいいだろ、魚はもともと長生きしねえんだから。そう言ってレビーは手を振った。別の魚に変えればいいんだよ。おしまい。